だ平和の香りがする今さ、みんなが核戦争に巻き込まれたあの地獄を忘れちゃいない。ちゃんとおじいちゃんの声に耳を傾けてるんだぜ。とか言ってると現実を分かってない。平和ボケとかお花畑のとか言われちゃう。でも軍事力が平和をもたらすって思い込むのもだいぶおめでたいんじゃない。のための議論は終わりのない。どの知り合い見えない場所から見えない相手に見えない石を投げつけてる、だからそれが自己主張のためなら私は勘弁さ。相手のあらを探したって論破したって意味あんのか。肝心なのはそう理解と愛だろう。時が経てば忘れるっていういつもの手を使うつもりかい。でも騙されない。少しずつだけど時代は変わっているんだぜ。瀬戸内の岩井島ってとこに行ったんだ。30年以上も原発建設